山和氷山市立群山中学校は奈良県山和氷山市柳町にある公立中学校である。一つの学年で約250人、全校生徒は750人の学校である。以下の町内が群山中学校の校区にあたる。朝日町、伊町、今井町、上月町、魚町、永慶寺町、大宮町、冠山町、観音寺町、 北梶町、北郡山町、北大工町,町、九条町、九条平野町、車町、高野町、材木町、境町、雑国町、塩町、城内町、城南町、城,町城北町、城野大町、白見町、新婚屋町、新中町、大館町、高田口町、高田町、茶町、天井町、天理町、東仙寺町、東府町、 中丹野町、奈良町、新木町,町、西岡町、西観音寺町、西奈良口町、西野外都町、野外都町、東岡町、東奈良口町、藤原町、本町、南梶町、南氷山町、南大久町、木山町、八田町通り、柳1町目、柳2町目、柳3町目、柳,町目柳4町目、柳5町目、柳6町目、柳,町,目柳町、 面町、町町の一部、田中町の一部、近鉄柏原線、近鉄小売山駅から、バットホ、約21分、大和寺線小売山駅から、バットホ約31分となっている。最寄りのバス停は、大阪口である。若草台と、近鉄小売山駅を結ぶ奈良交通38、系統に乗るとこのバス停に停車する。ありがとうございます。